ターネットをやっていらっしゃいますか？私ですね。では気持ち悪いと思って。ごめん、忘れてくれ。そんな僕も先日同じバイト先をバックれました。ふざけんなよ。ひどい名前だな。あいうえお、あ、意外と終わってない、終わってんな。ああ終わってた。モルゲンの終わりの声ラジオ第15回です。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。いやこれ大丈夫かな、大丈夫かな、止めるなら今なんだけど。収録をやめるならば今なんだけど、いやでも私は行くよ。もうね、もうこれ以上ねラジオの更新を滞らせるわけにはいかないんだ。という感じで、もう喉がね終わってしまっているんですけれども、その前回のあのアイボンと名古屋に行きますよっていう動画のね、名古屋2日目の朝からも体調をバチバチに崩してて、いやでももう1週間ぐらいは経ってるんですけどね、なんかずっと喉だけやばいという感じです。やっぱね忙しいとね風邪とか引きがちになっちゃうんですね。もう喉が終わっています。てかもう本当に前回のラジオからあの日が経ちすぎていて、話すこともいっぱいあるんじゃなかろうかという感じですね。1ヶ月以上経っちゃったかもしれませんな。8月の後半からでしょ。いや話すこといっぱいありますよ。あそうやんけ、私金井久さんに会いに行きました。金井久さんといえばミス ID グランプリのでおなじみ、雷獣さんのチャンネルとかにも出ていらっしゃる金井久さんの、なんかね金井久さんのまあ舞台というか、まあコントというか舞台仕立てのコントというか、金井さんが出演されてるやつを、まあ、見に行って、で2日間の公演だったんですけど、その2日目のお昼にその金井さんがその会場でフリマをするということで、私2日目の夜の公演はちょっと見に、もともとちょっと用事が入ってて見に行けなかったので、公演自体は1日目の夜にお邪魔して、で2日目のねお昼に金井久さんのフリマに行ってきました。もうバチ可愛かった。なんか本当になんか、あちょっと実際に見たらこんなに可愛いんだって、なんかよく芸能人とかで言うじゃないですか、実際に見た方が何倍も可愛いみたいな、それをマジでリアルに体験しました。本当にねリアルの方が全然可愛かった。もちろん画面越しでも十分可愛いんですけれども、そうで、あのね金井久さんのフリマということで、金井さんの私物のお洋服などが買えてしまうんですかって。びっくりですよね。だから自分の好きな人のフリマってえぐいなと思って、私も9月2日にねあのフリマやらせていただいたんですけど、こんなに嬉しいんだって思いました。でなんかねワンピースと、あとなんかなんて言うんだろう、ニットみたいな、ニットカーディガンみたいなものを買って、なんとチェキも取らせていただきましたわ。まあそれでねちょっとツイッターでミニバズをねさせてもらったんだけど、チェキをねやばいな。金井さんのピンチェキを1枚と2人で取らせていただいたものが1枚で、2枚取らせてもらったんだけど、なんかもうえぐかった。やっぱその金井さんのこうファンとファンの方、ファンの層と私って、なんだろう、まあ雷獣さん、お互い雷獣さんとコラボして、まあそこから結構ね知名度が広がってったっていうのもあるから、そのちょっと金井さんのファンも私のこと知ってくださったりしてて、でなんかそのフリマの会場でお会いした方とかが声かけてくださったりとかしてね、本当に嬉しかったですね。で金井久さんがちょっとそれに気づいてくださって、あもしかしてみたいな、あのって
インターネットをやってらっしゃいますかって金井さんが声かけてくださって、あーやってますってやらせていただいておりますってあ、そうですよねみたいな感じで声をかけてくださいました。本当にありがとうございました。ちょっとね、本当にまあちょっと日が空いちゃったっていうのもあるし、緊張してね、何をお話しさせていただいたかあんま覚えてないんだけど、本当になんかね、なんか好きですとか陳腐なことしか言えてない気がしますねという感じです。金井久さんに会ったでしょう。もうこれだけでね、私の夏はね本当にいいものになりましたね。うん。であとあれだ、歌の時間さんのライブにお邪魔したりいたしました。歌の時間さんっていうのは、この前回の第14回のラジオからそのエンディングテーマ憂鬱っていう曲を作ってくださってる方なんですけれども、渋谷にのでね、ライブやってらっしゃったんでお邪魔しました。良かったですね。私がね結構好きな、まあ憂鬱も、あ、そうそうそう、憂鬱もね生で聴けてすっごい嬉しかったですね。ちょっと咳タイムが入りました、ごめんなさい。ちょっとね、不自然にね切れてたりしたら、あ、こいつ今咳をしているなって思ってください。そういうつも生で聴けて嬉しかったし、私がね一番好きな曲はね、なんて読むんだろうな、 441Hz で合ってるのかな、そういう曲があるんですけど、そこのねなんか441っていうところがあって、そこの発音がねなんかめちゃくちゃいいんだよね。441っていう、ちょっと聞いてみてください。441 441Hz かな。曲がめちゃ良かった、うん、ライブ映像なんかもね YouTube でなんか公開してたりしてらっしゃったかも。すごい良かったので、皆さんもぜひ聴いてください。そして本当に歌の時間さんエンディングをありがとうございます。結構その歌の時間さんのワンマンじゃなくて、なんかの企画だったのかな、いろんな演者さんがいらっしゃったんだけど、その他の演者さんの中にも私のこと知ってくださってる方とかいらっしゃって、すごい嬉しかった。なんでいるんですかみたいな感じで、すごい本当に嬉しかったです。改めて歌の時間さん本当にありがとうございました。これからもねぜひよろしくお願いいたしますとって言ったでしょ。であとは、あー、マジミラや、マジミラに行ったんでしたわね。そうだ、マジカルミライっていう初音ミクをはじめいろんなねボーカロイドのライブが見られる、私はね幕張に行きました。今年はね大阪と東京の2会場、来年ね福岡でもやるらしいですね。これすごいですね。幕張に行ってきましたよ。なんかね、私のノートでマジミラの感想とかをね語ったから、ちょっとそれを見ながらちょっとだけお話ししたいんですけれども、まずねそのね座席が一番後ろの一番端っこだったのよ。私ちょっとチケット取るのがだいぶ遅く、まあこれ抽選だからあれなんだけど、チケット取るのがだいぶ遅くて、もうマジ2時?3時ぐらいにの抽選で申し込みしたから、であんま当たんないかなと思って A 席で申し込んじゃったんだよね。そしたら一番後ろになっちゃって、ああまあ見えづらいかもと思ったんだけど、いざライブがこう始まってみると本当にねめちゃバレられてラッキーだった。すっごいね良かったですね。私はねもう中学1年生ぐらいの時から、ボカロのねが大好きなんだけれども、そうですね、ちょっとノート見ながら、紙っぽいな、びっくりしましたよね。
もう髪びっくりしてましたよねとか、あもうボカロとか詳しくない方にはちょっと分かんないかもしれないんですけれども、あのピノキオピーさんの髪っぽいなってめちゃめちゃバズった曲があるんだけど、これまさかマシミラでやるとはみたいな感じで、もうあの最初のイントロのね、金のゴーンっていう音が鳴り響いた瞬間にザワザワザワみたいな、へーみたいな、髪っぽいなやんけみたいな、びっくりしましたね。でそのさ、まあ、ライブだからこのオタクがみんなコールとかするわけじゃないですか。でなんか髪っぽいなってさ、てってるてってってるふうてってるてってってるふうっていうところがあるんだけど、そのてってるてってってるふうなとこでみんなふうってやるんだよね。てってるてってってるふうてってるてってってるふうってみんなそのペンライトをピョンってやって、すごい可愛かったですね。あとローリンガールとかね、まあ、これもノートに書いたんだけどさ、そのまあ初音ミクが歌うわけじゃないですか、その液晶でMC もねしてくれるんですよね。すっごいなんか幕張のみんな盛り上がってるみたいな、聞いてほしい歌や見てほしいダンスがいっぱいあるから最後まで楽しんでいってねっていう、すっごいまっすぐな MC しててまっすぐすぎるなと思った。まっすぐ前MC でしたな。そうそうだ、好き嫌いだ。私はね、東京のね幕張公園の、幕張東京じゃないけどね幕張公園の1日目の夜に行ったんだけど、好き嫌いがってまあリンとレンの曲をね、あの日替わりというか、まあ公演代わりで、まあ、やってるのは知ってたんだけど、私の回がハニーワークスの好き嫌いで、マジかって思いました。もうハニーワークスに人生狂わされたと言っても過言ではありませんからね。私はもうハニーワークスに人生狂わされて、こう恋愛大好きになっちゃったみたいなところあるからね。好き嫌いね、びっくりしたね、よかったね。君と僕のレゾナンスね、二次元ドリームフィーバーもやばかったね。あとね、もう最後の方やっぱね、グリーンライツセレナーデ熱かったですね。グリーンライツセレナーデとかね、あんまボカロとか聞いたことない方もぜひね聞いていただきたいぐらいの、なんか なんだろうな、すごいポップでキャッチーな曲だから本当にね聞いていただきたい。もう私はねこの曲に何度人生救われてきたかわからないぐらい救われてきたのでね、グリーンライツセレナーデ始まった瞬間にゾワワワワってなりましたね。もうやばかった。照らし出してグリーンライツ、もうやばい、喉終わってるこれやばかったね。でね、なんかこれまあマジカル未来っていうライブなんだけど、このグリーンライツセレナーデはあの最後の歌詞がね、虹色の輝き間近で見たいからっていう歌詞なんだけど、このマジカル未来でのパフォーマンスだとね、虹色に輝くマジカル未来へとになるんですよ。やばいこれやばいよね。もうみんなバーって、マジカル未来、マジミラではグリーンライツセレナーデ、まあ、よくやるから、まあ、毎回こうなってんだけど、これ生で聴けてすごく良かったですね。私はあのマジカル未来今回が生で参戦したの初めてで、ライブの映像とかはねよく見てたし、あのブルーレイとかも買ってたんだけど、今回初めて行けて本当に良かったです。素晴らしい。でね、最後にね、あの綾瀬さんが作曲された今回のマジカル未来のテーマソング、ヒーロー、これヒーローもやばいからね、ちょっと聞いてほしい、本当に聞いてほしい、ヒーロー聞いてほしい綾瀬さんってガチですごいな、ほんまにすごいんだなって思った。なんか本当に正直ね、 2、3年前、3、4年前、私が高校生とかの頃はちょっと綾瀬さんのことちょっとバカにしてるみたいなとこあってなんか紅白とかにね、あの夜遊びが出た時にもう綾瀬のなんかね、なんやねこの服みたいな
そう、友達とね LINE でディスりながら紅白を見ていたりとかもしたから本当にね、昔はちょっとバカにしてたみたいなとこあったんだけど、もう最近の綾瀬さんの活躍、目を見張るものがありますよね。じゃあそのご活躍だけでなく、その楽曲もマジでね本当に素晴らしいなと思う。私あれ好きなんですよね、夜撫でる目の、結構昔から大好きで聞いてたりしてたんだけど、アイドルもすごいよね今。あの M カとかに言ってましたよね、あの韓国の音楽番組、あれマジですごいな。ヒーローバチかっこいい、本当にかっこいい。この曲もね、まあ、ノートにつらつらとあのね、この曲の好きなところとか書いてあるから、ぜひお好きな方は見ていただきたいんですけれども、マジカル未来本当に楽しかった。あと今年でね、初音ミクは、まあ、設定上の誕生日が8月の31日なんですけど、初音ミクはあの今年はね、あの公式設定の16歳のと同じ16周年なんですよ。もうね、人生じゃないや、このね世界でたった1回しかない16歳の誕生日、本当におめでとうございます。初音ミクさん、私は本当に初音ミク大好きなんだよね。あのなんか名古屋に行く動画でも、一番最初の家のシーンで初音ミクコーナーを皆様にねお見せしたんだけど、フィギュアもね、あれだけじゃないですからね、もっとブワーっていっぱいあるから本当に初音ミクが大好きだ、俺は初音ミクが大好きなんだよということでそんな感じです。マジミラもマジで楽しかったな、なんか生きててよかったって思いましたね。で、マジミラも言ったでしょ、待って、今、あー、17分。あとあれだ、もちろん話しますよ。ドレープのフリマイベント9月2日、本当にありがとうございました。いや、まさかの私みたいななんか YouTuber がね、あんな場所に呼ばれると思ってなかったから。びっくりだよ。 YouTuber は私一人だったし、他はねほんとファッション系のすごいインフルエンサーの方々が集まっていてね、本当にありがとうございます。あの呼んでいただいた主催の方々にも、来ていただいた皆様にも本当にありがとうございます。ちょっとねドレープも本当に忙しすぎて、正直皆様とお一人お一人とゆっくりお話しする時間はあんまりなかったんだけれども、皆さんからいただいたお手紙だったり差し入れだったり、タバコだったりね、毎日めでていますのでなんかね、そう差し入れでさ、私が多分花火やりますみたいな動画でちょっと今ハマってるみたいに紹介したあの発掘恐竜を持ってきてくださった方と、あとねシルバニアを持ってきてくださった方がいて、どっちもね、あれなんだよ、発掘恐竜はその絵柄がランダムで、シルバニアもねあのランダムみたいな、何が入ってるか分かんないよみたいな、まあ、コンビニで買えるようなやつなんですけど、発掘恐竜とシルバニアね開けたらね、どっちもシークレットだったの、と思って。特にねその発掘恐竜の方はね、あの絵柄がシークレットだった上に、あのトレーが普通のやつだと茶色いトレーなんですけど、あの赤トレーっていうあのすごいやつなのよ。なんか発掘恐竜ってそのパッケージのあのなんかね、なんかを切って、それを5枚集めて、あの金のねティラノサウルスに交換するための抽選にね応募するんだけど、赤トレーだとねそれ1枚でいいのよ。すごいって言っちゃったすごい赤トレープラスシークレットで本当に嬉しかった。シルバニアもシークレットでね、すごいなと思って、やっぱねこれあの他人に買ってあげることが重要なのではと思いましたこの他人に買ってあげることで、この自分の中の物欲センサーにね、あのなんか反応しないんじゃないかと思って、これコツかも、他人に買ってあげること、もしかしたらいいものが出るかもしれません。本当にありがとね。
で、あとなんか変な人いたな、なんかゼッケンみたいな感じのなんかメンダコクラティクラス T シャツを作ってた人がいて、あクラティって言ってたかな、なんだっけ、でもなんかほんとね、あの黒字のゼッケンにメンダコがバーンって書いてあって、あなんかメンダコピースって書いてあったかもあとね背番号が82になってて、私え82ってなんだと思って、82って何ですかって聞いたら、あこれヤニですって言って、あ気持ち悪いと思ってねえ、それわざわざね、あの持ってきてくださって、写真撮るときにねそれ着てくださったねそのクラスのみんなの気持ちよどうなんあまあ、それはねその人だけが来てんのかもしれないけどわかんないですね。でまあ、お手伝いっていう、まあ、戸田ちゃんっていうあのねラジオでも何回かお話ししていることを、まあ、共同出店みたいな形にしたんだけど、まあ、結局ちょっと結構人が集まりすぎちゃったから、戸田ちゃんももうほとんど私のお客様に接客してくださったんだけど、あの戸田ちゃんと戸田ちゃんの友達の春日くんっていう男の子と、あと私の友達のアフロの人がね4人体制でいろいろやってたんだけど、戸田ちゃんとねアフロがねなんか会計するときにみんなの似顔絵を描くっていう謎のサービスをしてくれててねだからあんな並んじゃったんやろって感じなんだけど知らなくて、私それなんか私は結構この列をね巡って皆さんとお話ししたりお写真撮らせていただいたりしてたから分かんなかったんだけど、なんか似顔絵をね一人一人描いてたみたいで、なんやねんと思ってありがとうね、本当に来ていただいた皆さん本当にありがとうございました。結構ね10まだあんま確定してないから言えないんだけど、12月1月2、3、4とか結構イベント多いかもしれないです、多分多分ねもしかしたらいっぱいイベントやるかも、関西の方にも行くかもしれないのでぜひよろしくお願いいたします。あとなんかドレープのフリマイベント来れなかった方もね、最近私そのイベントで販売した個人紙とステッカーの通販をねブースの方で始めましたので、そのリンクも概要欄のところに貼ってあります、貼っておきます、ぜひよろしくお願いいたします。10月の中旬ぐらいに発送しようかなっていう感じですよろしくお願いしますって感じかな。あとアイボン、そうだね、名古屋アイボンの話もしよう前回の動画でアイボンと羊文学のねライブを見に行ったんだけど、アイボン可愛いよね私マジで本当に世界で一番、世界の人間の中でアイボンのこと一番尊敬してて、アイボンのこと一番大好きなんだけど、本当に素晴らしい妹なんだよな、妹とかじゃない、本当に素晴らしい人間なのよ。そのアイボンのね魅力が皆様に伝わっていたら本当に私は嬉しい、うん、アイボンもね結構動画のコメントとかチェックしててね、なんか行きの新幹線で私が窓際じゃんけんしなくていいのみたいに言ってじゃんけんして、で私がまあ、負けたんですけど、でなんか帰りはねなんかアイボンが通路側になってくれて、でコメント欄でね帰りはアイボンが通路側になってるのなんかなってて仲いいみたいなコメントがあって、それをアイボンがスクショしててこいつ分かってんなーって言ってたこいつ分かってるよーって言ってたアイボン本当に大好き、アイボン動画に出てくれてありがとうっていう感じですかね。アイボンマジで可愛いよ。アイボンこの前さ友達とディズニーとか行ってたりしたんだけどさ、逐一私に写真送ってくれるの、これやばくない自撮りとかさ、その撮ってもらった写真とかをさ、もう本当にね逐一送ってくれて、私が「あ可愛いですね」って言って本当に可愛い大好きな妹です。
という感じかな。さあ何分しゃあ25分喋っていますね。そろそろお便りの方読ませていただきましょうかね。ということで、あの今回はあれですね、あの読書感想文の話もしなきゃいけないから結構駆け足でいきましょう。ではお便りの方読ませていただきます。ちょっと待って、一回咳タイム入るわ。ただいま。それではクエさん、19歳男性の方です。モルゲンさん、こんばんは。こんばんは秋が遠すぎて僕は夏を越せなさそうです。もう秋っぽいけどね、だんだん気候は。まあ、じゃあこれ私が読むのが遅すぎたんだよな、多分な、うん、先日新聞芸座のサニーボーイ全話オールナイトに行きました。モルゲンさん、こういうの着てそうとぼんやり思っていたら、真ん中の休憩時間に白いヘッドホンを首に下げて一覧方面へと繰り出すモルゲンさん激似の女性を目撃しました。声をかけるか迷った末にやめておいたのですが、終了後ツイッターでモルゲンさんが参戦していたことを確認。あれ、やっぱりご本人だったんでしょうか。サニーボーイ初めて見たんですが、とても面白かったです。画面の鮮明な色使いも、望みのどこまでもまっすぐな瞳もそうですが、どうせ世界は変えられないがあれほど爽やかに響くほど、潔さがにじむ作品は他にないなと感じました。何度も見たくなるアニメでした。ありがとうございます。私ですね、私ですわ。そう、8月の中旬にあの池袋のね、新文芸座っていうシアターがあるんだけど、そこでサニーボーイっていうね、2021年ぐらいかな、比較的結構新しいアニメのオールナイト上映会があったんですけれども、それに行ってまいりました。マジでね、あの視聴者の方めちゃくちゃいた本当にあの4人ぐらいにね、声かけていただいて、ああみんなオタクやなと思いましたね私でした。私このね、サニーボーイって一回ラジオで名前出したっけ、出してないんだっけ、忘れちゃった。私このサニーボーイっていうアニメだいぶめちゃくちゃ大好きで、円盤もね、持っててもう何回も見てるんですけど、行ってしまいましたね。なんかね、ストーリー的にはこう中学校のクラス一つが丸ごとこう異空間に飛ばされちゃうみたいな話なんですけど、アマプラとかでももしかしたら見られるんじゃないかな。めっちゃ面白い、っていうか多分私の視聴者の方はね、好きだと思いますよ。音楽もね、本当にかなりやばくて、主題歌がね、あの銀杏なんですよ、銀杏ボーイズで、あと本当塔とか見つめとか、あの落日飛車って書いてサンセットローラーコースターと読むでおなじみのサンセットローラーコースターとかマジでね、本当にいいアーティストがこぞって参加しているから、とね、アニメ見る時間ねえやって方もね、ぜひサントラだけでも聞いていただきたいですね。私アニメヒロインの中でこのサニーボーイののぞみっていうヒロインが私一番レベルで好きですね。あの声優をやってらっしゃる大西沙織さんがめちゃめちゃ好きっていうのもあるんですけれども、のぞみ好きやな。鈴宮春日、ともりなお、のぞみ、高坂ほのかかもアニメで好きなヒロインもうほのかはヒロインって言っていいのかな。鈴宮春日はあの鈴宮春日、ともりなおはあのシャーロットのともりなお、のぞみはサニーボーイののぞみで、あのラブライブの無印のほのかちゃんかな、好きなヒロインは。そんな感じです。サニーボーイちょっと見てほしいな、私の視聴者絶対好きだもん、うん、ぜひご覧になってください。ありがとうございます。声かけていただいてよかったのに。ぜひ、今度見かけた際はぜひ声かけてください。ありがとうございます。次、みくじさん、19歳男性の方です。モルゲンさん、こんばんは。こんばんは。グレープ東京さんのイベント、お疲れ様でした。ありがとうございます。僕はこのイベントで初めてモルゲンさんと会話をさせていただき、今までうまく説明できなかったモルゲンさんの魅力が僕の中で明確になったため、お便りを送らせていただきます僕はこのイベントで気持ちの病気で大学を辞めるため応援をしていただきたいという無茶なお願いをさせていただきました。それに対しモルゲンさんは、私も辞めるかも、そしたら中卒になっちゃうわ、お互い頑張ろうと
めまいがするくらいの明るい笑顔で答えてくれました。適当やで。適当だな。僕はこの会話を通し、消えてしまいそうな儚さや動画だけではつかみきれない不確実さの中に、新たに真の強さや無尽蔵の明るさを感じました。これらは僕がいくら欲しても手に入れられなかったものなので、手に入らなかったものなので、モルゲンさんに対して少しの嫉妬を含む尊敬を感じ、それらが魅力を感じさせていたと納得してしまいました。この会話を通し、もともと沼であったモルゲンさんの底知れなさをさらに実感しました。それに加え、明日からの活力もいただけました。本当にありがとうございました。これからも応援しております。長くなってしまいすみません。いやあ、ありがとうございます。いや、そうそうそう、なんかドレープのね、感想お便りみたいなのね、あんまなかったから、こんなね、自分あげのお便りを読んでしまったんだけど、ありがとうございます。いや、ちょっとね、これめちゃくちゃ嬉しいんですよね。そう、私って明るいんですよね。なんかコメント欄とかではね、結構その明るさというか、明るさとは反対のところにあるような評価ばかり受けているけれど、それって結局ね、明るくないとね、コンテンツとして皆様にお届けできないですからね。その根底にはちゃんと明るさがあるっていうところに、ね、今回ね、ちょっと直接こういう風にね、止めていただいてすごく嬉しかったですね。なんていうかな、こうエンタメに昇華できないっていうか、そんな感じ。明るいって明るいって初めて言われたかも、こんなに明るいのに。めちゃくちゃ嬉しいですね。本当にありがとうございます。無尽蔵の明るさってめちゃくちゃ嬉しいんだけど。そう、だから今後ね、私を褒めるときはね、明るいとかね、言ってくださると私はね、ホイホイね、嬉しくなっちゃうんで、本当によろしく。っていう感じですね。また席タイムに入ります。ただいま。はい、ということでね、みくじさんね、頑張ってね、私も頑張る。まあ、頑張んなくていいや、頑張んないことを頑張って、私も、うん、数珠になっちゃうかも。頑張ってください。お便りありがとうございました。次、どうしようかな。パンパースの代わりに金ピースをさん、20歳男性の方です。代わりにはならんやろ。モルゲンさん、こんばんは。こんばんは。僕は現在進行形でアイドルオタクをしています。陰キャをコンセプトとしている何者という地下アイドル、もしくはイコールラブのオタクをおかげさまでさせていただいていて、オタク友達からモルゲンさんを勧められて動画を見たら、隙間時間に YouTube を、うん、どっちや。オタク友達からモルゲンさんを勧められて動画を見たら、隙間時間に YouTube を漁ってたら、どっちどっちどっち、だいたいモルゲンさんの動画を漁らせていただいております。あー、そういうことか。オタク友達から勧められて、で、隙間時間に YouTube 見るときはだいたいモルゲンさんの動画を漁らせていただいてる。あー、なるほどね。はい。この間、部活動の後輩に地下アイドルのチェキを見せて推しのことを紹介した時、皮肉にもその後輩が、可愛い子にお金を払ってお話ししてもらうって虚しくないですか？と言われて、非常に鋭利なナイフが真の像を貫かれた感覚になりました。非常に鋭利なナイフで真の像を貫かれた感覚になりました。モルゲンさんは真の像を貫かれた感覚になったエピソードはありますか？心臓を貫かれたで、ええやんけ。また僕の推しているグループのコンセプトが陰キャなんですが、コンセプト陰キャに対して許容できますか？そろそろ、あ、そもそも陰キャという言葉の定義から突き詰める必要があるのかもなと思ったので、モルゲンさんの見解をお聞きしたいです。長ったらしい稚拙な文章を最後まで一読していただきありがとうございます。 YouTube これからも応援しています。ありがとうございます。何者ってあれですよね、アイライフとかと同じ会社の、なんだっけ、ヒロインズだっけ、ちょっと見たことありますね。あれじゃないですか、いや。
結構アイボンがねアイドルオタクだったりするんでちょっと知ってるかも。イコラブは私もねだいぶ好きですね。これなんかね読んでて思ったんだけど、結構私はその後輩さんがおっしゃってたそのお金を払うっていうことがかなり救いになるタイプですね私は。だっておかしいじゃん おかしいじゃんとかあれだけど、こっちがこう一方的に好きな相手なのにこうわずかな時間でも無料でお話ししてもらうとか耐えらんないですね私は。そのお金を払うことで初めてこう数秒だけ対等になれるというか、もうむしろ推しと無料で会話とか絶対したくない、申し訳なさすぎるから絶対したくないです。だから私は本当にお金を払うっていう行為があることで会いに行けるっていうのがあるから、あんまりこの虚しいとか虚しくないとかそういう次元の話じゃないですね私は。虚しくない、虚しいか、虚しいとかそんなことあるか。だってこれってさ別にそういうことじゃないじゃん、こと消費じゃん。みんながさお金払って音楽聴いてるのと同じよ、こと消費ですよ。だからあんまりそういうこと考える必要ないと思いますよ。私がね真の像を貫かれた感覚になったエピソード、あんまりなんかね直近のことではあんまり思い出せなかったんだけど、なんかすっごいちっちゃい時になんか小学生ぐらいの時かな、なんか公園で遊んでる時に私が夏で蚊がねそこら辺飛んでて、わうっとうしいぜと思ってパーンって私がこう叩こうとしたのね蚊を。そしたらなんか友達にやめてって言われて、えー、と思って、なんかここは外なんだから私たちの本来住んでいる場所じゃないの、この場所はこの子たちのものじゃないのみたいに言われて、へーってこいつすげえぜと思って、なんかその時になんかゾワワってなりましたね。ああこういう考え方をする人もいるんだっつうか、いやこいつすげえなと思って、うん、それ以来ね外でね蚊は殺さないようにしています。全然違うか、全然違うけど私はねこれでね真の像をね貫かれた感覚になりましたね。うん、コンセプト陰キャか、コンセプト陰キャはいいんじゃないですか、優しいですね、このアイドルオタクのところまでこう降りてきてくれているというか。うん、全然いいと思いますよ。陰キャっていう言葉の使い方がねちょっと難しすぎるんですよねマジでね、全然好きじゃない、もう陰キャとか陽キャとかもうまだそこにいんのって感じ。なんかもう陰キャとかね陽キャとかじゃなくて俺だがって思ってしまう。俺ジャンル俺だがって思ってしまいますね。だから本当にマジでどうでもいいからあんま考えるに値しないかもしれないです私の中で。まあでもちょっとこういうこと言うのずるいっていうのもあるんですけどね、私最初の方は結構ぼっちとか動画でのタイトルに使ってたりしたから、まああれっていうのはなんか別に本当に、まあ本当に大学にはだよ、大学には一人も友達がいないんだけど、そのまあだから嘘はついてないんだけど、そのぼっちっていうワードが入ってるとやっぱ YouTube 的にもこうなんでしょうね、伸びやすいワードの一つなんですよね、なんかインプレッションが上がるっていうか、まあより多くの人がクリックしてくれるようになるから、ぼっちっていうこのキャッチーなワードがあるとね、だからまあ使ってたりしててっていう経験があるから、私がこう偉そうに言えたことでもないんだけど、本当にあんま好きじゃないかも。だから自称するのは許せるな、陰キャとか陽キャとか自称するのは別に全然悪いことじゃないと思うんだけど、その他者への評価においてそういった言葉を使うのは本当にやめなって思いますね。はい、
そんな感じです。ありがとうございます。これからも楽しくオタクしてください。はい、次、睡眠負債を踏み倒したい38歳男性。それはできないよ。人生で初めて好きな子とデートに行くことになりました。心得ておくべきことってありますか。わあ、楽しみやね。頑張ってください。そうか、心得ておくべきことか。結構ね、私はなんかね、女の子と遊ぶとき、女の子とこう一対一で遊ぶとき、結構なんか私が彼氏みたいなあの気持ちになっちゃうんですよ。なんていうか、こう私がこうなんかこの子をこの一連のデートにおいてこう守ってあげなきゃいけない存在なんだっていう風にこう、なんだろう、自分のことを思っちゃってて、だから結構ね、いろいろ自分が、まあ、勝手に気を使っちゃうんだけど、なんか例えばこうエレベーター乗るときに自分が必ずこう下側になるとか、あの登るときは私が後ろにいて、降りるときはあの私が前にいるっていうのを絶対したり、あとドアとか開けてあげるのとか、あとね、あとなんかそのまあ夜とかに会う予定だったりすると、次の日の朝の予定が、あの次の日の朝が早くないかとか、その最初の方に聞いちゃってから、その、まあ、自分の中で考えてたデートプランを、デートプランって言っちゃった、デートじゃないんだけどね、そのなんかプランをこう考え直したりとかしてますね。あとなんだろうな、お手洗いのタイミングとかね、結構ね難しいよね。高校生の男女とかでさ、お手洗い大丈夫とか聞くのなんかちょっと恥ずかしいというか聞きづらいかもね。でも私は結構そのご飯屋さんでご飯食べた後とか、なんかお手洗い大丈夫とか聞いたりしてます。それぐらいかな。心得ておくべきことは、その相手のあの好きな、その好きな子の様子をよく観察すること、どんな些細なサインも見逃さないことです。楽しんでる、楽しめてるかなって。でもまあね、人生で初めて好きな子とデートに行くんやったらね、もう楽しみな、本当に楽しんでください。まずは、いやー違う、ごめん、忘れてくれ。まずは自分が楽しむこととか言ったけど違うわ、それは二の次です。まずは相手を楽しませることです。頑張ってね。すごいいいですね、18歳。うわー、あのね、プランとかは絶対考えてってね、この高校に、高校に行ってご飯はこのお店で食べて、この後はこうなんかね、何パターンかこうあのチャートみたいに、もしこういう感じだったらここに行く、こういう感じだったらこうみたいな、疲れてそうだったらここみたいな、何パターンか考えておくこと。絶対にね、どうしよっかとかね言っちゃダメですよ。まあいいけど、いいけど、そのことの関係性にもよりますけれども、ぜひ頑張っていただきたいですな。頑張ってください。それでは、次、扇風機さん、メンダコの方です。モルゲンさん、こんにちは。こんにちは。最近塾の先生が休憩中に仕切りの向こう側から手をキツネの形にして、こんにちはって言ってきて、ほっこりしました。塾だるいなと思ってたので嬉しかったです。ありがとうございます。どういう言い方だったんだろう。手をキツネの形にして、こんにちは、こんにちは、こんにちは、かわいい。ありがとう。ほっこりしました。私もほっこりしました。ありがとね。塾頑張ってね。次のお便り、ラムさん、20歳メンダコの方です。モルゲンさん、こんばんは。こんばんは。受け取る好きの中に入っている自分への期待がとても怖いです。
長々と思考をこねくり回していたものを書き記しますが、読んでいただけたら嬉しいです。私は恋愛感情の好きについて、向きを問わず複数の感情ベクトルが合成され、大きさが一定以上になった際の突然変異だと考えています。なるほどね。嫌いだった人を好きになったり、尊敬から好きになったり、友情から好きになったり、人を好きになるのは人それぞれ、場合それぞれで様々な経緯があると思います。これは好きを構成する要素がとても自由だからだと考えています。私は男女問わずおせっかいを焼いてしまう性格です。初対面の他人が吐いたゲロ掃除をしに行くために深夜に友人宅まで出向くくらい、それはすごいね。この性格のおかげか、ありがたいことに時々異性に好いてもらえる機会があります。ですが私は3年ほど恋人がいません。相手から向けられた好きの要素に、私がおせっかいをしてくれるという期待が込められているのではないかと疑ってしまうからです。私はおせっかいですが、根っから優しい人間ではありません。ゲロ掃除ができてしまうのも、全部がその理由じゃないにしろ、自分のそばに人がいてくれることを願っているためです。ですが恋愛となれば相手に気を使わない瞬間も作りたいのです。でも相手はおせっかいをする私を好きなのに、気を使わないところを見せて幻滅されたらどうしようと頭が鳴ってしまいます。もちろん全員じゃないのは分かっています。でも万が一幻滅されようものなら、私はますます自分に課したおせっかいの仮面をかぶり続けることになると思います。それが怖くて相手の行為に応えることができません。ダ長文ダ長文って言うんだ。あのダメのダに長文って書いて、ダ長文をお読みくださりありがとうございました。とんでもないですよ。何かモルゲンさんの感想をいただけたら少し救われた気になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。優しすぎるな。初対面の他人が吐いたゲロを掃除しに深夜に友人宅まで出向くのはやばいだろう。すごいな。優しいですね、本当に。多分その優しさがたとえこう他人に好かれていたいとか、その人のそばに居続けたいっていう自分本位な理由からであるってまあおっしゃっていますけれども、それはまああまりに自分を卑下しすぎというか、本当にそう思ってるんだろうけど、それって誰もがそう思ってるだろうし、誰もが実際にそのレベルの優しさを発揮できるわけじゃないですからね、本当に。なんかだからその動機は別にこうなんでしょうね、本物じゃないっていうか、本物の優しさじゃないっておっしゃってるけど、その動機は偽物だったとしても、こうそれは実際に行動に移したりしていくことで次第に本物になっていくって私は思いますから。だから、そんな自分を卑下せず、まっすぐにそれを誇っていてほしい。俺は優しいって誇ってください、本当にそれは。あとそうだね、なんかもっと他人に期待していいし、自分で自分に期待していいと思いますよ、本当に。なんかこうね、やっぱ周りから、ラムさんは優しいからやってくれるだろうみたいな期待をたくさん受けてるからこそ、その期待するっていう行為に敏感になっちゃってるっていうか、こう期待される側の苦悩を知ってるからこそ、できてないことだと思うんだけど、じゃあその恋愛関係において相手に自然体な自分も愛してほしいっていう期待をする権利があなたにはあるんですよ。そうそう。だってそれだけたくさんの期待に応えてきたし、現在進行形で応えているから。だし相手もそれは嬉しいことだと思う。特にラムさんみたいな、なんか普段100で頑張っている人のこうゼロの状態みたいなものを自分にだけはこう見せてくれるんだとか、許してくれてるんだなっていうか、相手としてもそれは嬉しいことだと思う。からその、若干今被害妄想じゃねえや、なんて言うんでしょうね、なんて言うんだっけ、言葉どう忘れしちゃった。
杞憂だ、杞憂、だいぶ杞憂ですよきっと本当に、うん、その0か100かみたいな思考を一回捨てられたら楽になれると思いますけどね。まあそんなこんなことじゃないから今多分あのお悩みになってると思うんでしょう、思うんですけど、うん、そうだ、それで他人に期待してほしいし、あと自分に対してもねもっと期待してほしい、うん、気を使ってない状態の私も十分素晴らしいので愛されるべきみたいな期待をね自分にもしてほしいですね。多分ラムさんのいいところって確実にその優しさだけじゃないだろうしね、それにも気づいてほしい。まあ書いてないだけでも気づいてるのかもしんないけど、その期待ってね本当に自分勝手な感情で、向けられる側っていうのはまあ嬉しさも結構あるんだけど、それに応え続けるっていうのは全然楽なことじゃないから。でもね期待するって楽しいんですよね、うん、する側は楽しいんですよ。そのする側の楽しさをねいっぱい知ってほしいラムさんには期待されるばっかりだけじゃなくて期待もしてほしいと思います。そんな感じかな、私はそう思いましたね。うん、期待して期待って感じです。すごいな、こんななんか優しい人がさ私のラジオを聞いてくださってるっていうのがすごい嬉しいな私はありがとうございます。はい、とちょっとどうでもいいお便り1個読むか、どうでもいいお便りとか言っちゃったこれな、これ本当にどうでもよかった、星が流れるさん19歳男性の方です。モルゲンさんこんばんは、こんばんは、いやここではお久しぶりですとでも言いましょうかお前誰だよってなってると思います。僕は某大手カフェチェーン店でバイトをしていたものです。そうモルゲンさんがバックれたあのカフェチェーン店です実は初期からモルゲンさんのことを発見してました。え？その時の衝撃、何よりこんな面白い YouTube 撮る人ともっと仲良くなっとけばよかったという後悔がとても強かったです。まだ誰かわからないって？ヒントを言うなら身長低めの黒マッシュです。思い出しましたか？そんな僕も先日同じバイト先をバックれました。ふざけんなよ。理由はなんとなくめんどくさくなったっていうのと、別で始めたバイトが好きすぎてそっちにハマったからです。そんな僕も今では喫煙者、私の銘柄はハイライトメンソールまたどこかで会えたらなとかこっそり思ってます。 YouTube 頑張ってください、お疲れ様です。ありがとう。お前19歳やろ、本当にやめてください。本当にあの私のチャンネルでね未成年喫煙とかねあの堂々と発言するのやめてください、本当にいやー、うん、星が流れるね、この名前で別れましたね。いやこいつマジでのクソ生意気な後輩だったな本当にすごいな、初期から発見してたのか、すごいな。私がちょっとねバックれてしまったことに関してはちょっと本当にね重々お詫びというか、まあまあまあ謝りにも行きましたしね、まあ、そこはもういいんですけれども、バックれなしバックれなし、お前はバックれなし。うん、あと背面もねちょっと本当にもうなんか嫌だやなうん、ありがとうね本当に。またどっかで会えるといいね、本当にありがとね。はい、ということでお便りはこんな感じですかね。そろそろ読書感想文企画の方に移っていきたいと思います。読書感想文を書こうという企画の前々回からやっております。2回に1回かな、ちょっと私今回のね課題図書考えてないからそれ次のラジオで言いますね今回課題図書として出させていただきた、いただいたのが宮沢賢治のグスコーブドリの伝記でした。これね 青空文庫で読めるやつなんですけど、
これマジで良かったね。私もめっちゃ久しぶりに読んだんだけど、最後に読んだのが本当に小学生ぐらいの時で、めちゃめちゃ面白かったね。ということで、じゃあまずはね、私が、皆さんが送っていただ皆さんに送っていただいた読書感想文の中で私が好きだったものを発表させていただきますかね。ちょっと概要欄に、あのちょっと朗読するのちょっと時間がかかっちゃうから概要欄に貼っておきますね。ね、尿道太郎さん25歳男性の方の読書感想文と、あと大石すみれさんかな、27歳男性の方の読書感想文、この2個を選出させていただきました。おめでとうございます。尿道太郎さん、もうひどい名前だな。尿道太郎さんの読書感想文はね、本当にね綺麗だった。なんか本当に800字で書ける一番綺麗な読書感想文って感じがしたので、高評価そこを評価しての選出です。あとあれだね、昔少年時代に、グスコーブドリの伝記を一回読んでて、でまた今回この企画がきっかけで再読したっていう。あれで、媒体が紙から電子へ変わろうともブドリは変わることなく無垢なヒーローとして縦横無尽に躍動していた。このね、媒体が紙から電子へ変わろうともっていうところで、なんて言うんでしょうね、この自分の境遇、この現実で自分がどう読んだか、時代のこう時の流れといいますか、そういうものを絡めたなんかいい一文だなと思いました。概要欄から物語を開いたっていうのもね、なんかマジ時代を感じるというか素晴らしいですね。時代は変わろうともブドリーは変わっていなかったっていう、すごい綺麗な読書感想文でした。ありがとうございます。大石すみれさんの方はね、なんかね、読書感想文とは言い難いというか、グスコーブドリの伝記についての、言及が一切ない文章なんだけど、なんて言うんだろうな、なんかエピソードも結構好きだったし、そのブドリのなんか活躍というか、そのグスコーブドリの伝記っていう物語の中にある中でこう自分が感銘を受けたっていうところが、このなんか一生懸命っていう、あそこを選ぶんだみたいな、なんか尿道太郎さんだったら、そのだから例えばこう、純粋な努力の美しさとかも言ってくれているけれど、こう身をもってなんか大勢を救済するとか、結構ヒーロー的な要素をに感銘を受けるみたいなこと、てかそういう文章はまあ多かったんだけど、大石さんはその一生懸命であるっていうところにこうフォーカスを当てていて、なんかそれがまたいいなと思って選びました。これ全部ね、こうエピソードを語っている前編通してっていう文章だったんだけど、あと父との思い出がいつまでも私の頑張りを肯定してくれるっていう結びの一面もね、なかなか良かったですねと思いました。おめでとうございます。で、これ私なんか選出した方々に、めんだこマッチ送るんごねって言ったんだけどさ、マッチって郵送できないんですね。なんか空輸だったらできるっぽいんだけど、ちょっとめんどくさいから、ステッカーを送りましょうかね。限定メンダコピースラジオ限定色のステッカーと、なんか私のお手紙なんかをね添えて送ります。ありがとう。で、あとは、じゃあね、私が書いた読書感想文を読む前にちょっと感想とか語ろうかな。グスコーブドリの伝記
ちょっとあらすじとかはちょっと省きます。あ、すごい簡単に言うと、あのブドリっていう男の子が成長して、あ、ダメだ、あらすじとかも語れないやそうね、読んでください。待ち、読んだことない人はその分かんないまま聞いててくださいでまず小説版、私は小学校の時にアニメ劇場版のアニメを見て小説版も読んだんだけど、で私今回どっちも見直しました。小説版の感想としては、まず文章がうますぎる、うん、宮沢賢治すごいって、本当にオノマトペとかリズムがやっぱり面白くて、なんかね、それがね途切れることがないのがすごいなって思ったんだよね。ずっと同じペースで面白いし、うん、なんかそのなんだ、文章的な面白さと物語的な面白さがこうずっと並行して続いているっていうのがマジで面白いなと思いました。そう、あとブドリの心情描写が少なくて、こいつ何を思ってんだろうなってずっと思ってたうん、あとこう全てを失った時の人間の吹っ切れ力みたいなものってすごいなと思って、うん、思いましたね。となんだろう、こう自分に失うものがない状態になると、こうなんか人間ってマジですごいなっていうか、だから自己犠牲も厭わなかったかのかもしれないですよね。であと、ネリ生きてたんかーいっていう生きてたんかーいってみんな思ったよねこれとアニメ版はね、やっぱね小説版とね全然違うんですよ本当に。なんかね、宮沢賢治の他の作品とかの要素を盛り込んだ結構メタ的な構造になってて、うん、アニメ版も結構なんか変な感じだったから、まあ、興味のある方は見ていただきたいんだけど、こっちもねマジブドリがデクノボーすぎて何考えてんのか分かんなかったですね、ずっとね、うん、という感じです。ここから物語の読解に入っていくんだけれども、まあ、全部私の考えというか私視点の話ね。私はこのグスコーブドリの伝記っていう物語は、こうなんか生活の営みとか、こう自然における循環っていうものが一つのキーワードになっているのかなと思いました。例えばこのなんだろう、天才による、天才ってこう天の災い、気候とかさ自然とか、天才による飢饉がまずまあ繰り返されていたり、あと農業とか火山活動とかっていうものもこう循環じゃないですか基本的に。あと季節とか巡るものね。あとこうなんかね、これはね、まあ、どう読むか人それぞれだと思ったんだけど、両親がなんかおかしくなっちゃって森に出ちゃったみたいな感じだったじゃないですか。あれは私はこうなんか自ら口減らしをして自己犠牲を払ったんかなって思ったんですよ。このブドリとネリをこう少しでも生き延びさせるために、まあ自殺みたいな形で自分からこう口減らしをしに行ったみたいな感じで読んだんで、まあ自ら口減らしをして自己犠牲を払った両親と、人々のために自己犠牲を払ったブドリっていう、これもまた繰り返されてますよね。でそれで最後の一文の、そしてちょうどこのお話の始まりのようになるはずのたくさんのブドリのお父さんやお母さんは、たくさんのブドリやネリと一緒にその冬を暖かい食べ物と明るい焚き木で楽しく暮らすことができたのでしたっていう一文もが、まあ、だいぶ象徴していることだと思うんだけど、この循環っていうものがキーワードになっているなと思いました。でこのブドリっていうのは、その悪い循環を食い止めようとする英雄なわけですよね。またこう天災による飢饉が起こってしまうっていう時に、自分一人が犠牲になってたくさんの人を救うっていうお話だったんだけど、であとこうなんて言うんでしょう、まあ、宮沢賢治の作品にまあ共通することだけど、自然の強大さというか、なんて言うんだろうな、二度と繰り返さないっていうことはほとんど不可能だっていう、
明言してる感じというか、自然はバリ強い、だからそれをなんだろう、人為的にどうこうするってことはできないよっていう、宮沢賢治的なアニミズムがだいぶ強く出ている作品だなと思いました。この感想文のね、あのアプローチとしては、まあで結構書きやすかったですよね、これ。だいぶ要素がいっぱいあったから、私は4個ぐらい書けるなと思って、1個目はね、こう物語中で繰り返されてる物語中で繰り返されてるこの天災とかを戦争とかと置き換えて時事問題とつなげる方法があるかなと思いました。こうなんか飢饉がたやすく起こらない恵まれたこの時代にあっても、人々は戦争を繰り返して結果的に同じ状況を生み出してしまっているよね、みたいな感じのことも言えるかなと思いました。2個目はあれかな、自然科学に特化して書く、あのブドリがあの火山活動の研究とかをするっていうあの話があるんだけど、そこに絡めて自分の興味のある分野のことを書く、ブドリの好奇心とか勤勉さとかを絡めていって、それがどのように人々の役に立つかを記述していって、自分は将来こうしていきたいみたいなことも書けるかなと思いました。で3個目が、まあこれが結構王道かな、ブドリという英雄像に感銘を受けるっていう、例えば身近なブドリみたいな人のことを書いたり、ブドリになりたかったけどなれなかった日の出来事を書いたりとかするといいのかなと思います。こういう、これが丸さんが一番多かったかなっていう感じです。4個目が、これはねちょっとねひねくれた感じなんだけど、自己犠牲は本当にいいものなのかっていう論点から書く、これもいけるかなと思います。こう物語は、まあ、ブドリの自己犠牲によって結構ハッピーエンド大団円みたいな感じになるんですけど、果たしてそれが最善の方法だったのかっていう疑問を呈していくっていう文章もいいんじゃないかなと思います。こう犠牲なくして全員が幸せになる方法を考えることこそが、あの本当のなんて言うでしょう、循環の断ち切りになるんじゃないかなっていうアプローチもできると思いますっていう感じですね。じゃあ私が書いた読書感想文をちょっと読みたいなと思います。私はこの丸さんの一番王道のブドリという英雄像に感銘を受けるみたいなアプローチで書きましたと。タイトルがね、さーちゃんの優しさです。それではお聞きください。ブドリはさーちゃんのような人だった。私の友達のさーちゃんはいつも笑顔で、誰に対しても平等に優しく、常に自分のことよりも他人のことばかり考えている。妹を思い、自分を拾ってくれた農夫を思い、火山の向こうにいる市民を思い、そして人々に二度と苦しい思いをさせないために自分を犠牲にして飢饉を防いだブドリの姿は、私の大好きなさーちゃんに重なっていった。小さい頃からそうだった。さあちゃんはいつも自分の意思よりも他人の主張や感情を優先してしまう。プリキュアごっこをするときはみんなが好きなキャラクターを選ぶのを待ってから最後に余った役を演じ、クラスの係決めでは誰もやりたがらず押し付け合いになっていた係に手を挙げ、やりたくなってきたと笑顔で振る舞った私はさあちゃんが本当に好きなキャラクターを知っていた。読書が好きで図書係をやりたがっていたことを知っていた。さーちゃんの優しさのおかげでいつも場は円滑になる。みんなさーちゃんの優しさに甘えていた。もちろん私もだ。私はこの物語の中で一つだけ納得できなかったことがある。それはブドリが犠牲になってしまったということだ。人々を飢饉の危機から救うために自らの命を落としたブドリに、人々が直接感謝を伝えられる機会はなかった。死んでしまったブドリに誰もそのお礼はできなかった。いつも優しさを周りに与えてばかりのさーちゃんに、同じだけの優しさを返してあげられるようになりたい。さーちゃんが弱音や愚痴を吐くようなことは今まで決してなかったけれど、本当はたくさんの我慢をしていて、私たちが想像もしえないような数だけの寂しさや苦しさがあったのかもしれない。
まずはさあちゃんがみんなに与えている優しさを半分こして、私も一緒に優しさをあげられるような人になりたい。二人だったらさあちゃんは一人で苦しむようなことはないはずだ。私はこの本を読んでさあちゃんのことがもっと大好きになった。以上以上ですありがとうございますっていう感じで私は書きました。なんて言うんだろうな、これはまあ王道かな800字ってやっぱすごい難しいよね。だから800字で書けるあのそのまあ読書感想文の好きなところみたいなことを語った動画を最近上げたんだけど、そこで構成してた紹介あのこそこで紹介してた構成をこうキュッとまとめて、それを800字の中に落とし込んだみたいな感じの構造の読書感想文でした。はい、まあ余計なことは言いません結構皆さんがね送ってくださった読書感想文ね、なんかね面白かったですね。なんか今回結構選んだのは結構手堅めの読書感想文というか、選出させていただいたやつは結構手堅いやつだったんだけど、別にねこういうのじゃなくても全然いいんですよね。あの読み物として面白いものもたくさん送ってほしくて、もうまあ面白かったんだけどなんかなんだろうな、読み物として普通に面白いものもたくさんぜひ送っていただきたいです。皆さんの読書感想文を読むのも本当に面白かったです。はい、ということでこんな感じでいいかな。やっぱ読書感想文クソ楽しい、読むのも書くのも楽しいですね。まあ、今回ちょっとこれ時間なくて、マジさっきあの小説読んでアニメ見てもうパーって書いたみたいな感じだから、あんまりちょっとね詰めたこと言えないんだけどうん、まあ悪くない、私の読書感想文全然これ悪くないと思いますね結構いいんじゃないかなと思いました。ということで次回のまあ私がまた読書感想文企画やる気になったら次回課題図書を発表させていただきたく思います。それでは読書感想文を書こう、終わり終わりというかあのこのコーナー終了ですということで、もうね10月になっちゃうね。みんなは10月の予定はどんな感じかい。私はね10月はね何もないかも。10月何もないからいっぱい動画上げたいなと思ってます。結構撮りたい動画いっぱいあるんだけど、私がこのように体調を崩してしまったり、なかなかね撮りたい人との予定が合わなかったりみたいなことがいっぱいあって、結構意気消沈っていう感じですね。だからいっぱい動画撮りたいなと思っています。10月そうだ、 YouTube 1周年になるんだ。私10月の1日、2022年の10月1日から YouTube をやらせてもらってるんだけど、1周年ですね。みんなたくさんお祝いしてくれよな。1周年のね記念の動画もね出したいと思っているので、ぜひ見てくださいっていう感じです。そうだね、秋嬉しいな。私やっぱね全然ね夏より秋冬のお洋服が全然好きだからね。これエリカちゃんともめっちゃ話してたんだけど、俺ら最高の AW にしようなみたいな最高の AW にしようっていう目標を掲げて頑張っています。頑張っていきます、頑張っていきたいと思います。はい、ということでだんだんね寒くもなってきますので、風邪とか皆さんお気をつけてください。私なんで風邪ひいたんだろう、もう本当になっちゃうんだけど、風邪気をつけてね。なんか結構私周りでも結構流行ってますからね、気をつけてください。ということで更新遅れて大変申し訳ありませんでした。みんなコピースラジオ、間違えた、これまで終わりの声ラジオが、終わりの声ラジオ第15回を聞いてくれてありがとう
では次回またお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。あ、終わりだ。終わりだ。来週のゲストは陰鬱です。もっともっと陰鬱です。